皆様こんばんは、マネックス証券アセットデザインサポート部の徳永と申します。本日はですね、2021年、日経優秀製品サービス賞、日経ベリタス賞というのをですね、タクス株が受賞いたしまして、その受賞を記念したセミナーとして、タクス株の意義と使い方ということでお送りさせていただきます。本日、私司会進行を進めます徳永と申します。改めてよろしくお願いいたします。はい、それでは、本日の講師でございますけれども、資産承継コンサルタントの永井克美さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。永井と申します。皆さんこんばんは。私はもともと信託銀行におりまして、5年ほど前に退社してからはファイナンシャルプランナーというような活動をずっと続けております。大学で講師をしたり本を書いたり、そしてまあこういうセミナー関係セミナーのね講師をするなど活動をしております。そんな関係で今日は信託のお話をするということで、今日講師を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではですね、まずその本編に入る前にですけれども、今回受賞いたしました、日経ベリタス賞、まあ、どんな賞なのかというとことと、まあその賞をいただいたそのタクス株という商品、これがこう私どもが、考えた背景というものをまずはご説明して、その後に、信託の仕組みについて、永井さんにご説明いただこうと思います。それではですね、まず日経優秀製品サービス賞とはどんなものかというところなんですけれども、まあ2021年で40回目を迎えたそうです。日経新聞のですね、各紙で掲載された、新製品サービスの中から、選定されていてですね、2021年はですね、約2万点の中からですね、35点が受賞したと。でそのうちの一つの賞が日経ベリタス賞というものなんですけれども、これを私どもの、株式管理サービス、タクス株が受賞したということでですね、非常に栄えある賞でございまして、ありがたく思っております。はい、で、この受賞理由なんですけれども、高齢社会のですね、課題解決への取り組みですね、認知症発症時の資産凍結対策とか、煩雑な相続的手続きの負担の軽減とか、まあ、そういったことに対する取り組みであること、また、信託サービスというのは、まあ、比較的こう何でしょうね、高額で、こう縁遠いイメージをお持ちかもしれないんですけれども、これオンラインでですねリーズナブルにご提供しているところであったりとか、まあ、あとはまあ証券業界初のサービスというところを、ご評価いただいてですね、まあ、社会的意義があるよねということで、受賞したということでございます。すいません、なんか手前味噌で恐縮ですが、そういった理由でございますので、はい、嬉しく思っております。で、このタクス株ですけれども、どういう背景で生まれてきたのかというところを、簡単にご説明させていただければと思います。まあ、一番はですね、社会的な背景でございまして、高齢社会と言われて、高齢化社会と言われていたんですけども、すでにもう高齢化というよりも高齢の社会なんですよね。で、超高齢化と言われるぐらいになっていますので、そこをどう、捉えるかということだと思っております。で、平均寿命が上昇しているのはご存知かと思うんですけども、これは医療技術とか生活環境の改善ですね、そういったところで、ここ数値はここに書いてある通りで、おさらい程度でございますので、男性が81歳で女性が87歳というのが平均寿命であるというところで、2050年になるとですね、もっと伸びてきますねと。で、女性が90歳超える可能性もありますねと言われています。またですね、少子化の進行ですね、これによって、若年人口が減少しているという状況、そうするとですね、高齢化率、総人口に占める、65歳以上の人口の割合を、高齢化率と言っているんですけれども、これが上昇していると。総人口に占める高齢化率が 28.8% というのが、2020年10月1日現在なんですけれども、これが5年後の2025年、30%、40年には、35%
まあ、こうどんどんこう高齢化率が高くなっていくんじゃないかというふうに言われています。でそうするとですね、まあ、寿命が伸びてもですね支える人が減っているというまあ状況が生まれているわけですね。で、まあ、ちょっとここ小さくて見えづらいかもしれないですけども、健康寿命と平均寿命というものがありまして、健康寿命というのは日常生活に制限がない期間ですね、こちらについて、まあ、伸びてはいるものの、まあ、平均寿命も伸びておりますのでなかなかこう差が縮まらない、まあ、これが一致するとですね病気もなくこう寿命を迎えるということになりますので、まあ、なかなかこれ一致することはないでしょうと。ただこの間がある限りはその、健康寿命が終わった後に、どうやって、介護であったりとか、まあ、相続であったりとかそういった部分の、生活を支えていくのかというところが課題になるんじゃないかなというふうに考えました。はい。で、健康寿命が終わりを迎える要因というのは、まあ、日常生活に制限が出るということですので、まあ、病気だったり怪我だったりということになりますね。で、まあ、その介護が必要になる場合もあります。で、まあ、なった理由というところでは、ここを見ていただくと、あ、認知症がやっぱり一番多いというのが、まあ、今の現状でございます。そうすると、まあ、あの認知症になると、まあ、何が問題なのかというところなんですけれども、あ、その前にですね、まあ、本当にそんなにあの認知症の方が多いのかというお話なんですけれども、本当に身近なリスクとして考えていただいた方がいいんじゃないかなと思っています。あの私は少なくともそう思っています。で、2025年ですね、もうあと数年ですけれども、65歳以上の高齢者の約5人に1人ここに見ていただくとですね、まあ、これはこれですね、この分約 20% ということで5人に1人ですね。はい。あの、まあ、同級生が5人並んだら1人は認知症かもしれないと思うとですねこれ結構身近なお話かなというふうな感じがします。なので、まあ、ちょっとあのそういったあのことが現実的に起きているということをご認識いただければと思います。はい。で、まあ、そうなると、何が問題になってくるというところです。で、認知症発症時ですね、まあ、お客様が認知症発症されたとなるとですね、失礼しました、まあ、ご家族から、金融機関は連絡をもらいます。そうすると、資産保護の観点からですね口座を凍結することになります。まあ、あの判断がつかない中で、金融資産を、まあ、引き出したりだとか売却したりとか、まあ、その危険なので、口座を凍結するということになります。で、まあ、お客様にとっては自分のために使えないということが起きますし、ご家族にとっては、まあ、あの成年後見制度というのはありますけれども、あくまでその資産の管理が目的というところもあるので、まあ、あの何かこう自由に使うということはまあできないですよねと。でそうすると、まあ、こう発生してくる治療費であったりだとか介護費、これをどこから捻出するかというと、ご家族の負担ということになり、まあ、ご家族が疲弊してしまうんじゃないかなと。で、解決策としては、まあまあ、せっかく運用して増やした資金を、使えるようにしたらいいんじゃないかというところですね。で、まあ、これが信託の仕組みを使えば、解決できるんじゃないかなというふうに思いました。ちなみにここに、銀行さんだとですね預金の引き出しについては、まあ、ご証明すれば、受けるというところも最近出てきているようでございまして、まあ、これは全銀協の方針でもありますので、まあ、ちょっとそこら辺は変わってきているようではあります。はい。で、相続が発生するとどうなるかというところですね。まあ、煩雑な相続手続きがあります。まあ、相続人自体ご高齢の状況が起きたりとか、各家族化ということで、まあ、あのご家族が散らばってお住まいになっているというところでは書類の取り寄せだけでも非常に時間がかかったりとか、まあ、あのここに書いてあるのは当社の手続きですけれども、こうステップを踏むごとに、書類が必要だったりしますので、まあ、そういう点では非常に煩雑であると。で、まあ、あと遺言書があればなんとかなるでしょうということを、まあ、あのお考えの方もいるかもしれませんけれども、これは意外にあの民法に基づいてですね要件が決まってまして、まあ、あの簡単に作成できるものではないというところ、
あとはもうこれは最近よく耳にしますけれども、相続のトラブルですね、争う相続と書いて、まあ、相続と呼んでますけれども、まあ事前のこう話し合いがこうしっかりされてない状態で、まあ、相続が発生した場合にやっぱりこうそれぞれの思いでですね、まあ、皆さんが勝手にこう動かれると、まあ、どうしてもこうやっぱりこうズレが出てしまう、まあ、そこでトラブルが発生するというケースが増えているように思います、まあ、よく耳にもしますということで、まあ、そういう事前の対話とか、まあ、そういったこと事前の準備、これをなんとかお手伝いすれば相続の負担を軽減できるんじゃないかなと思いまして、まあ、それも信託なら解決可能かなというふうに考えました。はい、でそれで、タクス株が、生まれたわけですね、お話のきっかけとして、まあ、家族の将来の備えについて話す、ですね、まあ、その話のきっかけとしてタクス株という題材を使ってもらうとか、話した結果を記録を残す、まあ、これは契約で管理しましょうということでタクス株でしたら信託契約という形に残ります。将来の準備をしながら取引を続けるということもできるとですね、これは実際そのいざという時のためのものですので、まあ、その時までは楽しみをしっかり残しましょうということです、あと手続き費用の負担は軽くするということ、これはまあシステム化によってですね、信託とはいええー、リーズナブルな価格でご提供できるようにすると、まあ、そういったことを全てこう実現するために、まあ、信託の仕組みを生かしてですね、財産管理資産承継をできるサービスとしてタクス株が生まれたということです、はいはい、でまあぜひともご家族の安心感ということを、まあ、大事にしたいなと思っております。で、お客様の声としてですね、まだまだ元気だから大丈夫とか、まあ心配になったら考えますよとかですね、あとまあそのうち遺言書でも書けば大丈夫でしょうとか、まあご家族もですね、まあ遺言あればなんとかなるんじゃないのみたいな、そんなお話を聞くんですけれども、まあ先ほど申し上げた通りですね、まあいつそういう状況が発生するかわからないし、まあそうなった時に頼ろうとしたものでも、まあそもそもが難しいという状況もある。というのはご認識いただきたいかなと思います。で、まあ、そこでですね、まあ、相場の格言使わせていただくんですけれども、もうはまだなり、まだはもうなりということで、まあ、まだまだ大丈夫と思っていても、いや実はもうなのかなってい う, こう相反する考え方を持って、まあ、相場に向き合いなさいよというのもこの格言なんですけれども、やっぱりこう一方的な考え方だけで、いると、まあ、リスクの回避というのもなかなか難しくなりますので、まあ、もうはまだなり、まだはもうなりということで、頭の片隅においてですね、まだまだと思えるうちにですね、ご家族で対応を始めていただきたいなと思います。そのきっかけが、タクス株であればいいなと思います。はい、すいません、ちょっと冒頭長くなりまして申し訳ありません。はい、それではここからですね、信託の仕組みについてですね、永井さんにご説明いただきたいと思います。はい、ではお願いいたします。それではタックス株がですね、どういうシステムになっていて、どういうルールになっているかというようなことは、この私のお話のですね、後に詳しくですね、もう一度徳永さんの方からですね、お話をさせていただきます。でその前提として、まあ、今回のこのタックス株というのはですね、有価証券管理信託というようなですね、種類のものになりまして、その信託の仕組みを使うということはね、先ほども徳永さんの方からお話がありましたけども、その信託って言われてもですね、まあ皆さんなかなかピンとこないと思いますね。投資信託をやられている方はたくさんいると思います。それから信託銀行っていうのがねあるっていうことはご存知の方いらっしゃると思うんですけども、信託って何なんだろうということをですね、ご存知の方なかなかね少ないと思います。でまあちょっと今日はですね、商品の説明だけではなくてですね、まあ皆さんの知的レベルはまあいろいろね投資をしたりして、ハイレベルな方が多いので、信託という制度をね少しご紹介をしていきたいというように思って、図を出しておきました。こちらの図を見ていただくとですね、文章は信託法という、ね、法律でこの信託のルールが決められてます。それが書いてあるんですけども、簡単に言えばですね、自分の財産を信じる人に、自分より管理運用がうまい人に託して、そこで管理してもらうと
まあ、こういうことなんですね。それで下の図を見ていただくと、具体的にはおじいさんがいます。この方が財産を持っている。でこの方が委託者というふうに言われる方になります。そして持っている財産をですね、この図でいくと受託者、預かる人ですね。この人はまあ一応例えば信託銀行、我々、マネックス SP 信託も、受託者なんですけども、受託者になり得るんですけども、まあ信託銀行にまあお金を例えば預けるというようなことを想定してください。で預けたらば、その信託の財産はその信託銀行受託者が管理運用すると、まあ、こういうことになりますね。処分する場合もあります。で、預けただからこのおじいさんはですね、受益権というものを持ちます。この受益権というのは預けた財産が、管理をされて、まあ、利息だとか配当だとかがくっつけばそれも含めてその利益をもらえる権利ということになりますね。で本来はおじいさんが預けた例えば1000万のお金は、1年後にですね1010万円になって受益権のある おじいさんに返ってくる、まあ、これ銀行の預金と一緒ですけども、この信託は制度の中にこの受益権という権利を受益者という人を指定して、第三者に渡すことができると。この三者関係が非常に特別なルールなんですね。その他にもいろんな特徴がありますけども、基本は財産を預けて、委託者から受託者に渡して、そして受益者という指定をされた方に将来その元本と配当を渡すという仕組みが、取れるということで、この仕組みをですね基本にしていろんな商品ができているということになります。まあ、ここはお孫さんにですね受益権をあげるっていう信託にしてますけど、この受益権は自分がもらうっていうおじいさんであれば委託者と受益者が一緒になると、まあ、こういうようなね形になろうかと思います。はい、基本的にはそういうね考え方なんです。はい、ありがとうございます。仕組みとしてはまあこういうものだなというのは分かってきたんですけれども、まあいつからこういう制度というか仕組みができたのかと。そうですね、こういう仕組み、信託の仕組みを使って、はいはい、日本では信託銀行が信託の業務をやってるんですね。まあそれをご紹介するのもいいんですが、まあ皆様に少しね脱線しますけども、信託の歴史というか信託の起源はどこからかっていうお話をちょっとしてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。多分徳永さんもご存じないと思うんですけどね、もともと信託はですね中世ヨーロッパ、これはですかねローマ帝国、まあ、この辺の話なんですけども、ユースというね中世のヨーロッパに仕組みがありまして、まあ、一番分かりやすい例からいきます と、十字軍っていうのがねありまして、ローマから中東の方にですね遠征に行ってエジプトとかオスマン帝国とかねいうのをこう制圧に行った十字軍っていうのがあるかと思うんですね。でその時に大勢の兵隊をですね、何年にもわたって遠征に行くわけですけども、ヨーロッパのですね農民にもその召集がかかるわけです。そうすると召集されたご主人は兵隊で3年間遠征に行かなきゃいけない。残された奥さんと子供は畑を残されて困ってしまう。ですからその農民は隣の農民の方に自分の畑をあなたの畑と一緒に耕してください、でできた作物をあなたも少し取っていいけどもうちの奥さんと子供に分けてあげてくださいと、こういうお願いをするっていうことがこのユースという制度がありましてねできるんですね。ですから遠征に行った畑を持っていたご主人が委託者で、隣に頼まれた隣の農民の方が、受託者、そこで畑を管理し、そして、受託者である奥さんと子供に農作物を渡したと、こんなようなね信託の仕組みを昔使ってたということですね。でまあそれがですねそういう仕組みを知っているヨーロッパの人がアメリカ大陸新コロンブスが発見してアメリカに渡り、そして、西部開拓をし鉄道を引き、まあ、インディアンをやっつけて西部に鉄道をね引いたわけですね。で町を作って鉱山開発をしたり工業化をしたというのがアメリカの発展の歴史だと思うんですけど、
その中で、株式会社というね制度ができて、アメリカで、でその株式会社がどんどん発展して、資本家は株式を投資していたので、その株式に価値が出てきたということになるんですね。でその株式は、西部開拓に行くときには持っていくとですね、紙切れで燃えちゃうといけないので、まあ東海岸の例えばボストンとかそういうところにある会社にですね、こう株を預けたわけですね。それをまあトラストといって、まあ信託っていうことになってるんですね。まあちなみにですね、それの流れが日本に明治の時代に伝わってきたと、こういうことなんですが、まあ皆さんあの株の投資されてますから、あの名義書き換え代理人という制度をねご存知だと思います。で今はみんな信託銀行が、日本ではほとんどが名義書き換え代理人は信託銀行ですよね。でこれは結局トラストバンク、このアメリカの株を預けて管理してもらったみたいなトラストの制度から引き継がれて、日本のですね信託銀行が名義書き換え代理人をやるっていう流れにつながってると、まあ、こういうことなんですね。で日本に入ってきた、明治時代に入ってきて大正時代になると、大体その信託会社というものがですね出来上がってきて、大体あの三井だ住友だ三菱だっていうね、今の信託銀行はこの時代に母体の信託会社ができたんですね。でそれが、信託会社が、太平洋戦争ね、第二次世界大戦の最中に銀行と一緒になるという政策にですね転換して信託銀行が生まれたということで、ずっとそれ以降はですね信託銀行が日本の信託を、まあ、コントロールしてきたと、まあ、こういうことになるんですね。ただ15年ぐらい前から、信託法、信託業法っていうのがね改正されて、あの私どもマネックス SP 信託株式会社という銀行じゃない信託会社もできるようになり、あるいは信託する財産のこう形もいろいろ増えてきたり、それから最近流行って後で解説をしますけど家族信託っていうね、受託者が個人でもうできるような形に変わってきたと、まあ、こんなような歴史がありますので、はい、ちょっと触れさせていただきました。はい、ありがとうございます。ずいぶんこう古くからの歴史があるということ で、ね、まあ、大変勉強になったんですけど、ね、ちょっと気になるのがですね、織田信長さんの名前があるんですが、はい、ちょっとね説明が漏れましたけど、織田信長でよろしいでしょうか。はい、そうなんです、はい、先ほど明治時代にねアメリカからこう紹介されたみたいなことをお話ししたんですけども、まあ、信託というのはそこからのスタートなんですが、それ以前江戸時代あるいは戦国時代あたりからですね、やはりあの日本のトップのですね、方は賢い方がいて、信託と同じような仕組みをですね、もう使っていたということが、まあ、歴史の中にありまして、私も多少研究したんですけども、それの一つとして織田信長というのをねちょっと例で書いておきましたけども、まあ、織田信長は京都でですね、勢力を広げて、まあ、近畿圏は抑え込んで、もうじき天下を取るっていう時に、明智光秀に撃たれて本能寺の変で撃たれてしまったという方なんですけども、もうそろそろ自分は天下人になるなという時に、やはり昔はその天皇にですねそういうことを認めてもらわないと恐れずされなかったということで、まあ天皇にごまをすろうという作戦を練ったようなんですね。でどういうことをしたかというと、織田信長の領地から上がってくる年貢米、これをですね京都の商人に貸し付けて、で京都の商人はそのお米で、まあ昔でいうお金ですよね、お米で、まあ、消費者金融のようなね業務、京都の町人さん貧しいですから、お金を借りて米を借りて生活をして利息をつけて返すと、こういうような仕事をさせた上で、その利益から上がったものを織田信長に返すんじゃなくて天皇に献上せえと、こういうことを織田信長はね命じたようなんですね。ですから織田信長が財産の委託者で、財産はお米ですね、それを運用した受託者が、京都の商人、そして受益者が天皇と、こういうようなですね仕組みをね作ったようなんですね。
ですからもう信託なんて制度はもちろん知らないですけども、そういう制度を作って、まあ、豊臣秀吉なんかはそうやって天皇じゃないけども寺社仏閣に寄進をしたとかね、まあ、そういうような歴史があるようです。なるほど、まあ、ちょっと余談でございますけど、そうですか、まあ、そんな歴史もあるということで非常に面白いなと思ったんですけれども、はい、やはりあのこう先達のこうなんでしょうね、あの、まあ、最先端を行く方たちの考えっていうのはそうですね、すごくやっぱりね大したもんだと思いますね、鋭い感覚だったんでしょうね、はい、はい、ありがとうございます。でですね、あの信託の特徴について、まああのこういった歴史を持ってですね、なかなかこうなんでしょう、これまでの歴史からすると、まあ、特徴というのがあるのかなと思うんですけれども、まあ、これは知っといた方がいいよね、そうですね、ということがあればちょっと教えていただきたいですけど、はい、そうしましたらちょっとページを前に戻していただいて、はい、これがあの先ほどご説明したあの信託の仕組み図なんですけども、まあ、この中にですね、あの委託者から受託者にですね、信託をする、財産を信託するっていうことが書いてありまして、財産権を移転するって書いてあるんですね。まあ一般的に財産をこう誰かに預けるなんてことがありますけども、その預けたものはもともとその持っていた人のものですし、その人の名義なんですけども、まあ、信託を組むっていうことになりますと、その財産を移転するとですね、もう受託者のものになってしまうんです。ですから不動産という財産を信託するとなると受託者の名義になっちゃうんですね。ですから不動産はあの登記制度がありますから、登記書に誰の所有権だということを登記するんですけども、まあ、その名義がですね受託者のものになる、うん、こういうことなので、例えば信託銀行に不動産を信託すると、その名義は何々信託銀行っていう名前になってしまう、ね、これがあの非常に大きな特徴なんですね。で実際にその受託する人は自分の名義になって自分のものと思ってですね大事に扱わなきゃいけないと、こういうことを法律でね、信託法で決められているということなんで、まあ一つの特徴がそういうことだと思いますね。それからもう一つはですね、ご紹介しておきたいのは、その下のところに信託の目的を設定するっていうことが書いてあって、その信託の目的が、例えばこの絵でいけばですね、お孫さんの生活費を渡してくれとかね、教育資金を渡してくれとかっていう、そういう目的があるかと思うんですね。そうすると通常はおじいさんと受託者である信託銀行が契約書を取り交わして、その契約の中にそういう目的だとかですね、誰が受益者になるとか、期限はいつまでだとかいうことを書くわけなんですね。で契約で設定する信託っていうのがほとんどです。ところが、その隣に遺言、信託宣言って書いてありますけども、まあ、ちょっと信託宣言というのはね、話が難しいのでちょっと省略しますけども、遺言っていうことが書いてありまして、おじいさんが遺言で信託をするっていうことができる。遺言書の中に、私が死んだらば、この財産は誰にあげるとかってこう書きますよね。その中で、私が死んだら、ここにある1000万円は、信託銀行に預けて、受益者は誰にしていつまで契約をしてくれという遺言の中で信託の契約を作るということができる仕組みが制度なんですね。それがね、まあ、一番如実に分かるケースがあるので、ちょっと面白い事例があるのでご紹介をしたいんですけども、はい、2つ飛ばしていただいて、はい、はい、あの皆さんねご存知だと思いますけども、もう10年以上前だと思いますけど、マイケル・ジャクソン、あのエンターテイナーが50歳で亡くなったんですね。でその時にあのネットでも公開されたんですけども、マイケル・ジャクソンがあの遺言書を書いてた、もちろんあの英語ですけどね、ネットでも公開されていました。で私は英語で読めないんですけども、解説がついてまして、そのマイケル・ジャクソンは遺言で自分が作ったマイケル・ジャクソン・ファミリートラスト、まあ、日本でいう家族信託ですね、このファンドの中に自分の全財産を、まあ、300億とか500億とか言われてますけども、その財産全部をそのトラストに全部入れてくれと、信託しますと。で受益者は
お母さんと、それから子どもたち、それから慈善事業、まあ、こういうところに、受益を渡してあげてください。で、一つすごいなと思ったのは、子どもたちがちょうどその頃はまだ小学生ぐらいですね。で、彼の財産は500億とか入ってますから、 40% を3人で分けてもですね、何十億っていうお金がですね、いくわけなんですけども、まあそんなの小学生がもらってもですね、おかしくなっちゃうので、まあ30歳までは渡さないでくれっていうね、ことをちゃんと書いてあるっていうね、素晴らしい遺言なんですね。で、これこそがマイケル・ジャクソンの遺言の遺言信託と、こういうようなね、こともできるということが一つの特徴になっております。で、これが二つ目ですかね、ちょっと変わった特徴ということでね、はい、それからもう一つね、ご紹介したいと思うんですけども、はい、皆さんの馴染みのある投資信託というね、これはもう今日の見ていただいている皆さんはね、投資家の方ですから、馴染みがあると思います。ただですね、この中身がですね、どうなってるかというのをね、あまり正確に、あるいはこの信託の仕組みを使ってるなんていうことをね、理解している方は少ないと思うんですね。ここの図でいきますと、皆さんは、まあ、この販売会社というところはマネックス証券、あるいは野村証券でもいいです、それからなんとか銀行でもいいです、ね、投資信託を販売している会社です。で、そこに払い込みをして、そのお金が、まあ、運用会社って書いてありますけどね、運用の指示を出す会社ですね、なんとかアセットマネジメントとかね、なんとか投資委託会社とかっていうところですよね、投資信託を作ってる会社で、運用を指示する会社です。で、そこに行きまして、そのお金が、次に信託銀行に行って、その信託銀行に行ったお金が実際に、発注されると。で、株を買って、株式は信託銀行に管理されていると、こういう状態になるかと思うんですね。で、投資信託解約をすれば、信託銀行にあるその株とかが換金され、運用会社に行き、販売会社に行って、皆さんのところに行くと、こういうことになるんですね。まあ、ここまではね、なんとなく皆さんはご存知だろうと思うんですけども、徳永さん、これが信託の仕組みを使ってるんですけど、はいはい、これは先ほどご案内したように、委託者と受託者と受益者っていうこの三角関係があるんですけども、はい、どこがどういう関係だか分かりますか？はい、委託者は、ですね、運用会社ですね。運用会社、はい、はい、で、受益者は投資家ですね、はい、で、受託者が信託銀行という形ですね。ですから、はい、受託者は信託銀行で、はい、ちょっと委託者がね、誰なのかよくわからないっていう方もね、はい、投資家の方が委託者で、それお金が回り回って信託銀行に行き、うんうん、また受益者が自分って、こういうイメージを持たれる方もいるんですけども、まあ投信委託会社って書いてあるくらいですから投信委託を委託している会社は運用会社なんですね、はい、それで、なんでこういう仕組みを使っているかというと、この販売会社と運用会社と信託銀行、例えばマネックス証券が販売はやります、うん、それから運用の指示もね、プロがいます。それから、市場に発注することだってもちろんマネックスやってます。これ一社でやっていれば全部一社で簡単にできるじゃないかと、うん、こういうことなのに、あえて信託のこの三者関係を使ってるというのはどういうことかっていうのはですね、なかなか難しい、ご存知の方いないと思うんです、はい、実はですね、信託にはですね、信託銀行で受託者ですね、ここに対して、分別管理義務っていうのがあるんです。これは信託法でね、決まってるんですけども、信託銀行独自のですね、財産とお客さんの信託財産は別に管理しなさいということで、まあ極端に言えば別の金庫に入ってると思っていただければいいと思います。で、信託銀行っていうのは、企業にお金を貸したりしてます。それで取りっぱぐれちゃったら、損が出ると。そうすると信託銀行がですね、まあ、極端に言えば潰れてしまうというようなことがあると、
別な金庫に入っていた皆さんの信託財産、投資信託の資産がですね、他の債権者から差し押さえられたり取られてしまうということがあってはダメですよということで分別に管理してありまして、倒産隔離機能っていうね、左下にちょっと特徴ということで書いておきましたけども、倒産隔離機能っていうのがありまして、信託銀行の債権者からその皆さんの信託財産は触れないようになってるんです。それが最大の特徴なんですね。ですから、預金であれば信託銀行が潰れたら1000万円まで保証できませんとかっていう制度がありますね。投資信託がそういうのはないですけども、逆に信託銀行が潰れても全額担保されてるわけです。で、万一の場合、本当にそういうことが起きたら、今まで起きたことないんですけども、起きた場合はその潰れた信託銀行から違う信託銀行に移して、通常通りのことができる。あるいはその運用会社だとか販売会社が倒産しても、皆さんの信託財産である投資信託の資産は、倒産隔離機能で守られていると。もうこれがね、一番の信託、投資信託の安全性を確保している仕組みなんです。そのために、まあ、信託を使っていると、まあ、こういうことでございます。はい、ありがとうございます。ありました。まあ、なかなかこうここまで、ですね、詳しい仕組みというところはあまりこう証券会社の人間でも考えないというかですね、はい、まあ、入社当時にちょっと勉強したかなぐらいな感じかもしれないですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。では先ほどもちょっと触れられておられましたけれども、最近活用されているというところで、まあ、信託、まあ、いくつかこう仕組みご紹介いただけるんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、まあ、最近ね、背景のところでもお話をしてましたけども、家族信託というかね、認知症対策が必要になってくるっていうこともありますね。その家族信託を使うことによって、認知症対策、それから相続対策ということを一緒に合わせ持ってやろうかっていうような方たちも出てきております。ここの図を見ていただくとですね、お父さんが高齢になってきてですね、いろんな管理、財産管理がしづらいという時に、ご長男に家族のお一人に信用できる方、長男さんを受託者にして、アパート、例えば現金とアパートをですね、信託をして管理を頼むよというようなことが、信託を使うことによってできるんですね。それで自分が生きている間は第一受益者として自分が利益を得よう。ですから毎年のアパートからの家賃収入はお父さんがそのまま受け取ることができる。管理は長男がやってると。で、ですからボケてしまっても、お父さんが認知症になってボケてしまっても息子が管理をしてますから、アパート経営はうまくいきます。で、家賃もお父さんの口座に入れることができて、何の支障もないと。だけどお父さんが亡くなった時にはその第一受益者が亡くなってしまいますので、第二受益者を指定しておいてお母さんに指定すれば、今度はお母さんがそのまま家賃が受け取れるということで、認知症対策あるいは相続対策にこういうものを使うという方たちが出てまいりました。まあ、これはなかなか難しい制度なので、最初にやっぱり相当なその法律家にですね、詳しくコンサルティングしてもらわないといけないので、何十万百万単位のお金がですね、コンサル料として取られるケースもありますので、ランニングコストはあまりかからないんですけども、最初のイニシャルコストはちょっとかかるかなと思いますね。これが一つ家族信託というものがあります。はい、マイケル・ジャクソンみたいな規模じゃなくてもいい。え、いいんです、いいんです。はい、すいません、ありがとうございます。全部ってわけには多分いかないと思うんですね。お父さん元気なうちに契約するわけですから、はい、特定の資産を管理してもらうというような形になろうかと思います。はい、ありがとうございます。はい、でもう一つですね。もう一つね、はい、はい、それから最近金融機関でもやってるんですけども、遺言代用信託という、こう形式ですね、のものがありまして、これはお金が多いんですけども、ご本人が信託銀行に現金を預けて信託して、そしてそれを管理、預かっておいてもらうと。で、その間ですね、自分に配当だとか元本を一部打ち戻したりすることはできるようにしておきながら、自分が死んだらば即座に奥さんに
その受益者を移してお金を渡せるようにしてくださいと。まあスタートはですね、まあ自分が亡くなったらば金融資産が凍結されてしまって葬儀費用も払えないというようなニーズがありまして、例えば200万円でもいいから預けておいて、で自分が亡くなったらすぐ奥さんが下ろせるようになんていうニーズにね、最初は応えて、いたかなというふうに思います。ですからまあ今は途中でその認知症になった時に代理人がどうかできるとかね、そういうような制度も組み込まれてきておりますけども、この遺言代用というのは自分が死んだ時に遺言書の代わりに誰々に渡すということが特定の資産について指定ができるという、まあ、信託の制度ですね。ですからまあ我々としても先ほど言ったような家族信託で認知症相続、こちらの遺言代用型の信託の仕組みを利用して今度有価証券でこういう仕組みができないかということをですね、マネックスと一緒になってね作り上げたと、こういう感じでございます。それがまあタックス株というような形になろうかと思います。はい、ありがとうございます。はい、まあそうですね、信託と一言で言ってもですね、まあ、様々な仕組みがあるということがよく分かったかと思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは、まあ、その仕組みを知っていただいた上で、まあ、今出てきましたその認知症対策であったり、まあ、相続の対策であったりに使える商品として開発した、まあタックスカブというものですね。これ、まあ、マネックス SP 信託が、提供しておりまして、私どもが代理店として取り扱っているサービスになるんですけれども、こちらのご説明をさせていただければと思います。はい、はい、ではですね、はい、まあ、まずタックス株というのは、まあ、今もお話があった通りですね、まあ、いろいろ決め事はですね、元気なうちにしておいた方がいいよねというのがありますと。で、まあ、ただ投資生活はですね、こう楽しんでいただきたいという思いがありますので、まあ、それを安心して楽しんでいただきたい。で、まあ、将来のことをもうあまりこう心配せずにご家族に安心していただくというのももちろんありますと。で、そんな思いをこうサポートしていくことによって、まあみんながですね安心できる、まあ、安心ばかり言っておりますけれども、本当に私ども安心を買っていただくぐらいの気持ちで作ったサービスが、まあ、このタックスカブということになります。はい、で、まあ、どういった仕組みかと言いますと、まあ、委託者については、お客様ご自身ですね、口座名義人様になります。で、マネックス SP 信託が受託者となりますので、まあこと契約を結ぶという形になります。で、まあ、もしもの時にですね、管理を任せる、まあ、認知症を発症した場合に、まあ、代理人となる方を、まあ、指定できます。で、あと、まあ、その相続発生時には受取人をあらかじめ指定しておくことができますという仕組みになっております。で、まあ、これ株式のみで、まあ、恐縮なんですけれども、国内株式等のみの信託ということになります。で、まあ、ただ何でしょう、お持ちの株を全部預けてくださいということではなくてですね、例えば、A 銘柄 B 銘柄 C 銘柄それぞれ代理人であったり受取人を指名すると、でそれを一つ一つ契約を結んでいくということで複数契約が可能でございますので、まあ、この銘柄は、例えば、長男に、この銘柄は次男にといったこういろんな思いも含めて、託せるというところでございますので、まあ、そういった使い方があるというところですね。徳永さん、はい、ETF とかはどうなんでしたっけ？あ、はい、これも上場株式入っておりますので ETF 入っております。リートも可能でございます。はい、ですので、まあまあ、利回りとかそういうことを気にしながらもできるかなというふうに思います。で、まあ、このマネックス SP 信託というのが、まあ、受託者でございますけれども、こちらが、お客様からお預かりするというかですね、委託を受けた株式を、信託口座を開いてですね、契約ごとに信託口座を開いてそこに管理するという形になります。なので、まあ、名義はマネックス SP 信託の名義で、お客様の株式を管理する。で、その管理先がマネックス証券という、こう仕組みになっております。
はい、ですね、で今名義が移るということで、まあ、お客様一番こう気にされるんじゃないかなと思うところなんですけれども、権利処理についてなんですけれども、権利自動取得サービスというのを備えております。タックス株専用口座からですね、ホフリにですね、直接こう情報を取りに行ってですね、まあその株主の権利情報をですね取得して、まあ、権利が発生してるよというのが分かりましたら、タックス株専用口座から一旦証券総合取引口座に戻します。この2番のところです。で、ここでご本人様の名義として株主報告を行います。これが3番ですね。で、ここで権利が確定したら、4番株式移管ということで、まあ、これ権利落ち後に信託口座にもう一度戻すということを繰り返します。ですので、まあ、例えば臨時株主総会とかですね、急な権利情報とかですね、まあ、ホフリからの情報でございますので、角度高く、受け取っておりますし、まあ、受け取ったらまあ速やかにその処理を行うということでシステム組んでおりますので、まあ、ここは継続的な保有株主というところを気にされるお客様もいらっしゃると思うんですけれども、こちらも対応可能ということですので、まあ、このシステムを組み入れたということになりますので、ぜひご安心して預けていただければなというふうに思います。はい。でですね、じゃあ他にどんなことがメリットでしょうというところなんですけれども、認知症になった場合ですね、先ほども申し上げたんですけれども、認知能力が低下するとですね、まあ、それを分かった金融機関としては口座を凍結するというところで、まあ、当社も同様に行います。なので、まあ、通常であればお客様がせっかく準備したものも引き出せないとかですね、家族もそこに物があるのに何もできないということになりますけれども、タックス株専用口座で管理されていれば、代理人がですね、売却して、まあ、その預け金で、まあ、その介護費用であったりだとそういったところに充当することも可能になるということです。で、相続の場合ですけれども、まあ、これも煩雑複雑な手続きが必要だということを申し上げましたけれども、まあ、正直書類の数が非常に多くなります。ご家族にもご家族分必要になってきますので、これってすごく大変です。で、まあ、こういった手続きを不要で、財産の受取人をまあ指名できていますので、まあ、そこに速やかに、受け渡しができるというところでは、お客様の、お手間はかなり減るんじゃないかなというふうに考えております。はい。でまとめますとですね、元気な時に、これまで通りネットで取引しながらですね、タックス株専用口座で資産を管理すると、まあ、資産運用と、資産管理、まあ、二刀流が確実できるということですね。で、ネットで取引した株式、まあ、もう一回追加しようかなと思えば、まあ、追加設定も、随時可能でございます。で、タックス株専用口座で、まあ、ちょっとこれ一旦売っといた言っといた方がいいなとこう相場を見ながら思えば、まあ売れますし、まあそのお金でまた追加で買い付けというのも可能でございます。であと、まあ配当や株主優待、これはまあ先ほどもご説明申し上げた通りです。で、まあ認知症になってからも、まあ代理人売却が可能で、お客様のために資産が使えますよと、ご家族も安心できますねというところですね。相続でも、まあ相続手続き不要というところでは、まあ、これもご家族にとっては安心なんじゃないかなというふうに思います。はい。じゃあ、他にどんな認知症対策ってあるんでしょうねというところを、まあ、簡単に触れておきたいと思います。まあ、民間の認知症保険というのは、まあ、最近こうだいぶ出てきておりますけれども、まあ要はその先々の不安を、まあ保険料を払って、まあ、ちょっと保証をこう積み上げていくという形になりますけれどもまあそういう先々の不安を解消するために、まあ、資産をこう活用するという意味では、まあ、タックス株と目的はまあ変わりはないかなと思うんですけれども、さまざまな条件の中でまあ選定しなきゃいけないというところと、まあ、いろいろこう条件があって、必ずしもその、すぐにこう受け取れるものじゃないとですね。あとはまあ新規にこう資金をこう用意していかなきゃいけないというところ、またその期間が長くなった場合には、まあ、それだけまあどんどん積み回していかなきゃいけないといったところもあったりですね、まあ、そういった点では、タックス株のまあ月々の管理料は後ほど申し上げますけれども、まあ、550円というのが、まあ何もない時は550円なんですけども、これをまあ保険料と考えると、まあ
ちょっとリーズナブルなんじゃないかなと、まあ、ちょっとじゃないですね、タクスカルの方がまあリーズナブルで、まあ、先々の不安をこう解消できるんじゃないかなというふうに考えております。はい、でもう一つですね、成年後見制度というのがございまして、これはあのご本人の判断能力が低下する、そうするとまあ後見人が財産管理とか契約行為を行うといったところの制度でですね、でご本人元気なうちに、後見人を指定する、で、まあ、どういった管理をしてくれということを依頼する、まあ、これがあの任意後見というもので、法定後見というのはもう一つありまして、これはあの、実際の判断能力がなくなってから、家庭裁判所の選定によって、まあ、後見人が指定されるといった、やり方になります。で、まあ、どちらもあの財産の管理を、まあ、後見人に任せるという点では同じなんですけれども、まあ任意後見のがまだちょっと自由度はあるかなと、まあ、ご本人が決めたことを管理してもらうということになります。で、法定後見はまあどうしても専門家がこう管理するということがまあほとんどのケースでありますので、そうすると、だいぶこう何でしょう、守ることを優先されるので、まあ、こう使いたい時に使えないとかね、そういったことが起きるということですね。で、あとはまあその後見人に対する報酬であったりとか、まあその後見人がちゃんとした行動をしているかという監督人を選任しますので、まあそちらに対する報酬なども発生すると、とまあこれ月々まあこの1万円3万円っていうのがまあ監督人に対して、でまあ専門家、まあ弁護士さんだったりとか、まあそういったところにお支払いする後見人への報酬としては、まあまあこれがまあ標準的かなという金額ですけれども、もしかしたらもう少しかかるかもしれないですね。で、まあそういったところで言うと、まあ、あの範囲はですね、不動産まで管理ができるとか、まあ、そういう意味でメリットはあると思います。で、一方でその狭い範囲で、まあ、あの株だけになりますけれども、まあ、先々家族のために使いたいんだよとか、この株だけはどうしても渡したいんだよっていうような、まあ、狭い範囲ではあるんですけども、まあ、そういった意味の管理を行いたいということであれば、タクス株で十分なんじゃないかなと思います。で、報酬については、まあ、ウェブサイトもご確認いただきたいんですけれども先ほども申し上げた通り、お元気な時にはまあ550円で、まあ、代理権が発行というのは、まあ、認知症がまあ確認された時以降はまあ2200円になりますけれども、これが月々になります。で、事務取扱手数料というのは、まあ、あの認知症が確認された時であったり、相続が発生した場合にですね、に、まあ、一括して、残高に対して、まあ、かかる手数料なんですけれども、これがまあ評価額の 1.65%ということなので、まあ、例えば100万円であれば、まあ、1万6500円ですねということで、まあ、ここだけ比較してもですね、まあ、そういうこう部分的に限定的に管理をするものではあるものだけれども、まあ、流動性とかそういうことを考えたときに利便性としては、まあ、リーズナブルにやれるタクス株というのは、まあ、あの使えるものじゃないかなというふうに思います。はい、すみません、ちょっと長くなってますね。はい、でですね、最後になりますけれども、じゃあタクス株どうやって活用していきましょうということなんですけれども、保有株のうちどの銘柄をどう託すのか、目的を決めましょうというところですね。まあ、これ例ですので、まあ、例えばなんですけれども、ご家族の安心のためにですね、流動性の高い銘柄で、まあ、いつでも換金できるよと言って、託す、でも一つあると思います。まあ、そうすると、まあ、なかなかこう株に慣れてないご家族だと、まあ、そのすぐにお金になるのとか、不安な部分あると思うんですよね。まあ、そういった不安を取り除けるというのは一つありますと。で、あともう一つ、資産株ですね。まあ、売るつもりがなくてもずっと保有しておきたいんだと、まあ、いろいろ理由はあると思います。なので、まあ、その理由とともにですね、その株をご家族に託すと、なんかこう思いを託すという意味では、まあ、非常にこう温かいこう託し方かなと思いますので、まあ、こういうやり方もあるのかなというふうに思います。はい、で、まあ、こういったですね、何を託すかとか目的を話したり、まあ、この銘柄はどんなもんだとか、こうそういうことを事前にお話しするということが非常に大事だと思っておりまして、こういうお話をする中で、まあ、お客様がこう今まで培ってきた金融リテラシーを、まあ、これもご家族に託してですね、皆さんでこう、まあ、金融リテラシーを高めていただいて、将来的な資産運用とか、
それぞれのご家族に生かしていただくということもできるかなと思いますので、まあ、そういった思いを込めて、ご利用検討いただければなというふうに思います。でまあ、こういったことをいろいろとご相談を承る窓口を設けておりまして、信託相続支援センターというところでございます。まあ、こちら電話番号出ておりますけれども、まあ、メールでもお問い合わせを受け付けておりますので、何かございましたら、遠慮せずにどうぞ、ご連絡いただければなというふうに思います。はい、すいません、駆け足になりましたけれども、商品の説明でございました。はい、ありがとうございました。あとそのね、商品の説明の中というかですね、はい、私の経験をね、はい、ちょっとお話をさせていただこうと思うんですけど、はい、まあ、銀行に言いましてね、先ほど言ったその遺言代用信託ということで、自分が死んだらすぐ奥さんに預けたお金が渡るようにというようなですね、遺言代用型の信託をまあ、我々も私もお客さんに勧めてたんですけどね、その中でね言われたことがありまして、結局信託銀行に例えば500万なり1000万預ける、だから死んだら奥さんに渡って、これは非常にいいんだけど、俺はいつ死ぬかわからんと、それまでお宅の銀行にまあ預けて、まあ今は定期預金を預けてもね、金利つかないからしょうがないんですけども、まあ、信託銀行なら運用してくれよっていうようなね方もねいらっしゃって、ですからそれのね印象はすごい強いんですね。何人かいらっしゃって、ですからここで運用している株を信託をして、まあ運用をしながら、亡くなった時に奥さんに株がスッと渡るというような仕組みがね、できたらいいなっていうのをね、銀行員時代はね思ってたんですよ。だからまあこうやってご協力できたんでね、まあここでそういう運用しながら将来に備えるっていうことがねできるのは非常にいいなということを思ったのと、それから現実的に今皆さんが株を運用している証券口座ですね、これを全部ですね、タックス株に入れ替えなくてもいいんですね。どなたかにあげたい銘柄だけ、あるいはもう将来的にあんまり動かさないというものだけをタックス株に信託口座に移して、でしょっちゅう動かそうと思っているものはネットでですねバンバン動かして楽しんでいただくというように、通常の信託口座とタックス株の信託口座を分けて使われると、うん、まあに大谷選手じゃないですか、二刀流でやっていただきたいというように私は思っております。はい、ちょっと付け加えさせていただきました。はい、はい、二刀流という言葉は実は私先ほどちょっと触れたんですけども、はい、これは永井さんからの触れ込みでございまして、はいはい、ちょっとそうですね、運用と管理を両面できるっていうのはなかなかなくてですね、まあ、それをこう一元で管理しているというのは非常に価値のあることかなと思っております。はい、まあ、あまりね自分たちをこう持ち上げてもしょうがないんですけれども、まあ、業界初という意味では、まあ、なかなかこうそういうことに手をつけていなかったという意味では、はい、我々もしっかりとこれからお客様の財産を管理していきたいなと思っておりますので、ぜひご検討いただければというふうに思っております。はい、それではですね、いくつかご質問をいただいておりますので、ちょっと最後にご回答させていただきます。はい、それではですね、まず、タクス株で委託できるのは、国内個別株だけでしょうかということでございまして、はい、これ申し訳ありません、現状ですね国内個別株だけというところでございます。はい、はい、で次がですね、私の財産は親はなし、兄死亡、子2人、姪2人、弟すいません失礼しました、弟子2人、姪おいということで、うん、まあ、誰に行くのでしょうということですね、死亡は心配ですということなんですけれども、ね、ちょっと、まあ、ご結婚されてなくて独身ということなんですかね、はい、こういうことであればね、結婚されていれば配偶者が相続になりますよね。子供さんいれば子供さんと配偶者ということになる、うん、そちらがいないで独身の場合は、兄弟に行くということになりますね、はい、だから弟さんはもちろんですけども、お兄さんがいらしてお兄さんが亡くなっちゃってると一世代甥、名までは相続人になりますから、このご質問からすると甥、名が、
お兄さんの亡くなったお兄さんのお子さんが2人いらっしゃるということで、このお二人は相続人になる、はい、で弟さんはいらっしゃって、はい、まあ存命ですから、はい、弟さんは相続人で、弟さんに子供がいてもそちらには行かないということになりますね。はい、ですから、まあ、算数的に言えば3人ということに、あ、そうですね、のご質問からなりますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、続きましてですね、投資信託の委託はできるのでしょうかということで、これはタックス株でございますけれども、まあ、先ほどのご質問の回答と同じになってしまうんですけども、国内個別株式のみと、まあ、上場株式等々を含めておりますので ETF、まあ、リートも含めますけれども、まあ、そこまでの範囲ということになっております。で、まあまあ、お客様のお預かり資産の状況を見ますとですね、やはりどうしても株式が多いんですよね。で、まずはその多いところから、手をつけさせていただいたというところで、国内株式、上場株式等のみというふうにさせていただいております。はい、はい、で続きましてですね、これ最後のご質問になります。託すことで株主番号が変わると認識しています。長期優待の株主での株主番号の同一条件は維持できますかということで、ですね、こちら先ほどちょっと、触れましたけれども、この権利自動取得というところで、まあ、権利が発生するごとに総株主通知というのをですね、まあ、ほふりに送るんですけれども、まあ、その通知を見て、継続的に保有されているかどうかというのを確認がされるので、基本的にこの、スキームでいけば、継続的保有株主として、報告が、まあ、されるということになりますので、維持できるというのが、まあ、ご回答になります。はい、というところでございまして、はい、以上ですね。はい、ということで本日はですね、栄えある賞をいただいたタクス株というですね、まあ、商品、しっかりと皆様にご説明したいと思ってですね、まあ、信託の仕組みと合わせて、まあ、商品性を説明させていただきました。まあ、私ども、お客様に、ご家族のために、託していただきたい思いも含めて、まあ、そこの株式も一緒に、ご家族に託して、まあ、将来の安心をみんなで分かち合っていただきたいと思っておりますので、ぜひぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。本日は永井さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。皆様ありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。